もうね、まあ、今日は湿気といい、まあ、湿気なんですけど、ほぼほぼそれでね、もう会場に移動してメイク、ヘアメイク終わって会場に移動してる途中からもう前髪は終わりました。でもちょっと長かったのも良くないんだよな。切ろう今日。東京はね、小雨が降ってて、メンバーね、あの踊ってるパフォーマンスしてる側は屋根があるから、なんかそんな雨に濡れる、まあちょっとうっすら濡れることはあったけど、そんぐらいやってんけど、ファンの人たち側はね、屋根がないからみんな風邪ひいてへんか心配。これから今は大丈夫かね、降ったりやんだりで今日は前髪は終わりました。なんかもう途中さ、こんなんなっててさ、ななみに、なんやね、ななみに途中でちかこさんが誰か分かんなかったですみたいな、一人増えてるかと思ったって言われて、いやほんまにそう、しかも写真見て誰ってなったもん前髪がなくて、ちょっと後でストーリーにあげようと思うねんけど、ちょっと待ってて、ほんまに、むしろ昔のちかちゃんだったよ。確かにね、昔あんな感じだったもんね。そう、今日はサイドポニーをしてんけど、ゼップ福岡の時はサイドポニー巻いててんけど、今回はねストレートでちょっとアレンジしてもらったりと、可愛いアレンジしてもらってた。なんかメンバー一人ずつ違う衣装で、色がね違って、なんかああいうのが初めてで、まあ、メンバーサイリウムカラーは別として、なんかこの子といえばこの色みたいな、そういうのでさ衣装を決められて、例えばプリマとかさ、カミフレみたいな、ああいうのにちょっと憧れてたから嬉しかった。ああいう風に今日はそれぞれが違う色違いの衣装でできたのが、そう赤色でした。でね、ちょっと気になったからコメントで、ツイッターでね、みんなに聞いてるので、ちょっとチカの、チカといえばっていう、なんか思うイメージカラー的なのを教えてほしいなと思って、よろしくお願いします。そう、ちょっとご心配をおかけしたんですが、体調もね、今日の朝起きたら完全復活してて、無事に復活いたしました。でもなんか元気あり余ったのと、多分雨で床が濡れててすってんころりんしてたの。でもね、怪我とか、まあ、ほんまにあざとかもなくて超元気なので、気がなく綺麗にこけた。絶対なんか本当になんか、また配信が後日あるみたいやねんけど、ほんまに映ってないことを願います。なんかしかもちょっとやっぱああいうのでさ、一回こけちゃうとさ、一瞬落ちるんよ気分的にね、ズーンって、うわこけたってなって、でもちょっと持ち直しましたつかみ OK って。えほんまに綺麗に転んだよな、なんか綺麗にツルンコテンって感じでこけてて、そしたら後ろ振り向いた時に、後ろちょうど振り向く振りでつってんころりんしてんけど、泉が後ろにいて、泉と目合って、あっ一回硬直してすぐに、いやでも怪我なくて何よりです。今日の失敗は、今日
今日において、まあ、明日からは切り替えるのさ。すぐ立ち上がって焦ってたのが可愛かった。そうなの、夏の思い出。いいね、画面が大きくてコメントが見やすい。でも画質ちょっと落ちてんのかな、どうなの。会場にいたけど気づきませんでした。見て、もっと見ててよ。プンスカプンスカ、やばい、前髪が気になってしょうがない。あ、画質気になる？そうなんよ。でも遠くからでもね、サイリウムだったりうちわだったり、うちわがやっぱさ、サイリウムももちろん見えてんけど、うちわがねすごい見えやすかって、ありがとう。興奮状態だったのですいません。いやだし、そういうことね、すごいもう美化されちゃってそうじゃない、こけたのすら。バッチリ見えたんだわ。でもなんか久しぶりに、てか久しぶりに野外のライブで、いつ冬だったんだろう、今年は紛れもなく初めてやんか、初ライブで。楽しかったな。雨の日は絶対足元に気をつける。今日限りのメンバー、今日限りのセトリで、ほんまに夏の王道ソング祭りっていうの、 SKE の曲を披露させてもらって、やっぱりなんかファンの人の反応を目の前で見れるっていうのはすごい楽しかったし、目があってすごい嬉しかった。だし SKE の14年前のあのパーティーが始まるよを踊った、あの初めてのお披露目っていうの、野外でパフォーマンスした場所で踊れたっていうのも嬉しかったし、ねえ、夏の思い出がまた増えた。いいですね、野外はやっぱり楽しい。劇場ももちろん楽しいし、ゼップも楽しいけど、また違う楽しさがあって楽しかった。野外ライブはララポートのライブ以来かな。夏はね、あら、それぶり、もしかして。ねえ、夏の屋外は暑いけど、メンバーもファンの人たちも絶対汗だくやろうけど、なんかそれすらも楽しいね。うわー最高ーってなるやんか。もうびちょびちょになって、ぐちゃぐちゃになって楽しめるっていうのが最高に楽しいし、いいね。確かに美浜がすごいもんね。美浜のあの命がきりした宮は。確かに音玉も楽しかったな。やっぱ海のライブも楽しいよね。嬉しいコメント。でも思ったのは、久しぶりに野外でやらせてもらって、このちょうど2年前かな、わたくさんライブあったやんか。その時は
こうファンの人の前でさ野外踊る機会たくさんあった時で、その時はさもうそれがさもう当たり前じゃないけど立てれるって思ってたもんやから、来年もあるって思ってたもんやから、こうしてさ急にライブなくなって、で野外のライブも立てるメンバーも限られてるしっていう中で今回出させてもらって、すごい野外ライブだったりこのライブ一回一回の大切さをすごい痛感したし、その楽しいっていう今日楽しいっていう時間をもっとみんなと共有したいなって思ったし、今回は関東で関東のファンの人、もちろん愛知からだったりいろんなところから来てくれたファンの人もおると思うけど、もっといろんな場所でたくさん野外でもライブしたいなってめちゃくちゃ改めて思ったので、そういうメンバーに選んでいただけれるように頑張ろうっていう風にすごい感じました。楽しかったからこそもっとたくさん立ちたいってなった。やっぱりさ全員がステージにね、毎月員の全員でねステージ立てれるイベントもありがたいことにねあったりはするけど、やっぱり限られたメンバーになってくるから、そういうところに選ばれるメンバーでありたいし、こう自分がそういうとこ立ってない時にツイッターとかで楽しかった最高っていうツイートを見たら、わいいなってめっちゃ思うもん実際ね。私もっとみんなとなんか楽しいことしたいなって思った。っていう本音でした。今日だけの人たちだけじゃなくてね、そうね、最近は木ごとにねやらせてもらうことも増えたから、うん、結局今メンバー何人おるんやだって、そうですね、今日調べちゃおうかな。今日あの MC でメンバーが何人、 SK のメンバーが何人いるんだっていう話になって、あ、これ後でさ Twitter にもあげよう。メンバー数えたいと思います。いたですね、1チーム S は19人じゃん、でケーズ17でしょ、36、チーム M 17だっけ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 だ、38,55、正規で55で、研究生56,57,58,59,60,61,61人、え ?61 人じゃん、70じゃなくない、合ってる、やばいやばい、めっちゃ嘘ついた、近い、え、四捨五入して60じゃん、ちょっと待って、やばいやばいやばい、嘘教えた、嘘教えた、嘘教えてたよ、で四捨五入したら70みたいな、なんか自分の中で70人はいるだろうっていう昔からのね、61人なんだ、でもさあの場で考えれたよね、普通に考えれば191719って暗算していって、ねえ61人今仲間がいます、仲間よ、
ちょっと後でツイートしようと。やっぱ70人って言っちゃったのね。四捨五入したら60ですって。そう、ちょうど MC で SKE メンバーは全員で何人いるんだっていう話になって、うんみたいな、みんなハテナマークがステージ上で出て、まさかの、そう、地下にしか見えへん9人がいるんだ、うん、そう考えよう。優しい、みんな。でもさ、61人から寂しい、なおさんとあかりさんが減っちゃうと59になっちゃうよ。ねえ、さっきのツイート見てみよう。ツイッターにあげた。イメージカラー。ああ、もちろんオレンジだけど、衣装は赤系が多いよね。確かに。でもたまにね、ブルーも当てはめられること多くて、赤か青か原色が多いかな、基本。赤も、あ、やっぱ衣装は赤。イメージカラーオレンジ。赤。あ、最近ピスタチオって人もいる。黄緑、嬉しい。赤の衣装が似合うイメージ。オレンジ、赤とか暖色系。確かに暖色系好き。オレンジ、赤、ピスタチオ。やっぱ赤オレンジが多いかな。あ、意外とピンクかも。おお。あ、水色もある。個人的にはピスタチオカラー。青もいるよ。オレンジ、僕の太陽だからオレンジ、赤、ゴールド、おー、かっこいい。オレンジ、赤、オレンジ、黄色か、オレンジ、赤、オレンジ、やっぱオレンジか赤が多いな。オレンジ、スカイブルー、でもブルーもあるね。オレンジ、赤、オレンジ、ちょっとまだまだ募集中です。やっぱ暖色系なんだね。でもたまにブルー系もある。そう、やっぱ衣装でね、そういう時色物、結構原色はっきりしたのが当てはめられることが多いから、私服も明るい色が多いね。私服も結構派手な色か。でも派手な色着すぎてるときは白黒着るようにもするけどね。まあ要は何色でも似合っちゃう。何色でも似合っちゃうね。ね、私服はちょっと落ち着こうかなと思いつつ、なんか派手な色にしちゃってますね。あんま衣装で当てはめられない衣装なんだろうな。今日着てた衣装やったら薄紫とか、あ、薄紫着たことあるわ実は。今日ね、ちょっと待って、衣装見ながら話そうかな。あ、今日ね、泉が着てた衣装着たことある気がしてるけど、ないかな。ブルーもある気がするな。青か赤しかないかな。でも今回の衣装だとピスタチオかわいいな。なかちゃかちゃんが着てるやつ、
紫あんまないな。好きやけどね、色味は。色味好きだけど意外とないかも。あ、マリンがツイッターに前回のサマステ2019年、私若い17歳、変わってへんよ赤ちゃん、かわいいね赤ちゃん赤ちゃんかわいいね赤ちゃんかわいいね赤ちゃん思ったことをそのままコメントリプするっていう面白いね変わってへんでって嘘やん、変わってるで。なんか似合う衣装はないけどね、緑とかも好きだしね、流行りの感じ。水色もあんまイメージないかも。でもちょっとやってみてよみんな。なんかさ、一時期流行ってたくない、なんかメンバーの色と、なんかお菓子みたいな、アイスの実とかさ流行ってたやんか。ああいうのでさ、ここをさ、なんか色味描いてさ、何色が似合うんだろうとか、パーソナルカラーってやつ、それを調べてみたい。ちょっとみんな調べてみてよ人任せ。まあ確かに赤はイメージあるね。赤オレンジは嬉しい。でも暖色好きやから。でもなんかの衣装で違う、ブルーやね。あ、思い出した。あれはアイアライブの時に着てたカラフルなの、 K2 推しとかで着てた衣装かな。あの衣装は青やねん、わかるかな。星マークがいっぱいついてる、なんか派手な感じ、ジャケット羽織ってる感じで、全国ツアーで着てたやつ一時期。そう、それで青色のイメージがあるんだ。だからじゃあこの今日の衣装で青色着たことないわ。今日の衣装赤しかないかも。赤と薄紫着たんだよな多分。全国ツアー岐阜で着てへんかな。あ、あと7分ですって。7分なの。明日はね、明日って日曜日やんな。日曜日だからみんなお休みだと思うので、午前中に配信9時、いや9時持った、9時前後に配信をしようと思ってるので、みんな休日早起きしてね、メッセージを書こうと思って、ショールーム配信しながら、昨日のオンラインサイン会の時の一言メッセージをおしゃべりしながら書こうと思うので、みんな朝モーニング食べながらでも付き合ってね。みんな早起きするよ、休日だからって寝かさへんで。カキカキしていきたいと思います。ダメだよ、日曜日だからって昼まで 寝かせへんからね。みんな明日9時前後、配信する前またツイッターで告知するけど、朝にお会いしましょう。今何時？あと5分だ。こんな感じってことだよね。ペン持ったら、あ、なるほど、いいじゃん。こうやって
何書こうかな。ちかちょっとほんまに壊滅的にさ、デコルセンスなくてさ。見て見て、まあ予備もあんねんけど、これだけをたくさん書かせていただきます。ワクワク。デコルセンスないねんけど頑張っちゃおっとっとろんとん。ビリビリペン世界一嫌い、ま、めっちゃ嫌いやねん、あのビリビリペン。あ、シュシュかわいいでしょ、これそう、簡単に。あ、落ちた。今日のハーマイオニーです。今日はストレートやったからね、ストレート。あ、下ろしてたら分けてもよかったのか。毛が終わってるわ、今日毛が終わっています。お楽しみに。では明日写真にね、黒ペンはね、いろいろカラーペン使っていいみたいだったから、何色か借りてきた。そう、ビリビリペン嫌やね。リアクションいいよ。でもあれ演技とかじゃなくてほんまに嫌なの。ほんまに痛い、ほんまに騙されてやっちゃうと思う。あれ結構痛いからね、ビリビリペンって。もう絶対嫌だ、あれだけは一番苦手、罰ゲームでビリビリ系。ちょっといろいろ落書きのなんかイラストを調べとこう。可愛いの描きたいやん。ということで、みんなゆっくり休んでね。ありがとう、見に来てくれて。ツイッターもインスタもみんないいねとコメント待ってるよ。ちゃんと読んでるからね。おやすみ。みんなもお疲れ様でした。そうよ、明日は9時前後に集合。まあ9時かな、9時に集合です。逆算してよ、9時でしょ。あ、終わっちゃうじゃん、もう黙るわ。静止。これさ、切れんやつね。でブチって切れちゃうやつよ。なんでもって。バイバーイ。あーうー。おやすみー。おやすみー。まもなくでーす。バイバイバーイ。バイバイパイナップルー。長いね。まだなんだな。バイバーイ。